市議会議員の川口博史です。今日は鉄軌道、地下鉄とかですね、西鉄さんとありますが、そういう関係でお話しさせていただきます。ようやく、博多駅まで伸ばそうじゃないかということで400億くらいかかりますが、まあ、当然料金をいただいて、返していく、まあ、税金も、地下ですから、入れることになると思いますが、便利になる、これでようやく一つの方針が出たのかなと。そして今後マスタープランも見直す中で、将来福岡市も人口が減っていきます。そしてまたいつ地震がね、どこであるかもわからない、借金を減らさなければならない、しかしながら、将来の夢もいるかな、必要かな、まず人口が減っていく中で全体的にですね、福岡は横ばいと思いますが、じゃあ鉄軌道をどこまでやるんだということを少しもう少し具体的な調査をしたがいいんじゃないかな、いろいろな意見があります。私は、博多の森に子どもたちが行くのが大変だ、またサッカーの時に渋滞する警備員さんたち大変だ、できたらあちらに片側でも言い伸ばせないかなと。しかし採算も大事です。それならば締めまで伸ばすことによってなんかいい知恵が出ないかなという思いもございます。また南区の長住、川のところにですね、道路にするよりも車で来る方は少し混みますよと。しかし、他の方法もあります。大橋から、のけの方まで横につないでもなかなか乗り手がないならば、役員赤坂のところから、小笹通って長住に行くような、鉄道を枝分かれしてですね、もうあってもいいんじゃないか。まずはどれぐらいかかってどれぐらい乗るだろうかと、もう全然話にならない場合はやむを得ないと思いますが、将来こういうことも検討してみてはどうかと、もう少し、とか橋本と明の浜もあります。これも、どちらかに行かれてですね、それ非繋いでも乗る人増えないと思います。しかし、橋本や特に明の浜の駅は下大和というところに工場、整備工場を持っております。でそこではもう地上に、上がってるんですね。逆に上を走ったらどうかとか、片線でもいいんですね。またはベイサイドや国際会議場、成人式の時とか大変混みます。地下を掘るのはとても合わないと私も思います。それならば将来西鉄さんとつなげるような気持ちで、地上の方がだいぶ安いですから、そういった上をですね行く、それにバスもそこを走って天神を走らずに、長距離バスとか特に北天神のランプまで持っていくことができないか、これも当然採算があります。他には、東寺町からドームとかですね、もう一つ大きなのはアイランドの採算が合わないという試算が出ましたが、宮地岳線との乗り入れの関係、どこまでどういうことができるのか、もう少し私たちだけじゃなくて市民の皆さんに一回出すとできなくなりますよという話が多いんですが、もう今から人口が増えていく時代じゃないんですね。だから少しこれはギリギリならどうするんだとか、どれぐらいかかるんだ、片線ならどうだとかですね、市民の方に現状の概算を出しして、どこまでやるか検討するか、ただこれ工事するかどうかとは別でございます。そういったものを一緒に考えていきたいと思います。